どうも皆さんこんにちは、社会の底辺 YouTuber 飯田です。今日2月の16日は東京大学足切りの日です。足切り、いやー足切り怖いな。3倍を超えるとね、東京大学足切りがあるんですよ。そう、東京大学受けない人だったら分かんないかもしれないけど、そう、国公立大学の一次試験としてあって、これに落ちてしまうと二次試験受けられないんです。東大にさえ行けないんです。まあお金返ってくるんでね、いいんですけど、手続きしたことありますよこんな話は置いといて、一次試験の結果が今日分かるということです。東大の合否発表、なんて伸びそうなタイトルなんだ。最高の響きではないか。ちょっとね、見ようと思います。おっと、机の上が散らかってるのがバレてしまったな。ちょっと見ますね。東京大学文化2類、私出願したんですけど、3倍を超えると足切りがある。そして今年は 2.9 倍、足切られてるかな、切られてないかな、どっちなんだろうな。受かってたぞ、東京大学一次試験受かってた、やったー、嬉しいね、万歳万歳万歳。俺スマホ封印するっつっただろ、俺封印してんだよ。これ当たり前だろ、タメ撮りだよ。絶対受かってるって分かってたからタメ撮りだよ。今年の最低点どうせさ400点とか300点のやつだろ文化2類は今年足切りありませんでした。はい、というわけで、クソみたいな動画でしたが、東京大学文化2類一次試験とりあえず突破です。よっしゃ、2次に向けて頑張ろう